本神社です。で今日は山本先生に、ね、いろいろお聞きしたいと思うんですけど、今ちょっと僕絶賛減量中でして、はい、で大会まで3ヶ月ってことなんですけど、昨日佐山さんと足トレのご取りをしまして、いつも通りのオーバーバックで、その時に佐山さんがちょっと停滞してたらしいですよ、はい、で先生にお聞きしたところ、停滞の打破方法は足トレをガチガチでやったその日に、体重かける12のハイカーボンをして、はい、その後佐山さんで言うと、まあ、2600キロカロリーぐらいを2週間続けるっていうので打破できるみたいなことを聞いたって言って、でそれがもし体重減らなかったら山本先生にハックスクワットするからなって言ってたんですけど停滞の打破方法、先生がその佐山さんに教えたみたいな内容とかいろいろあると思うんですけど、なんですかね、大きく分けて3つというか、やっぱその停滞した時にみんな悩んだり、結構コンディションメンヘラじゃないですけどなっちゃったりすると思うんですよ。でもそういうのを打破するためのなんか必殺技3つぐらい、先生の中でこれ王道だよみたいな3つちょっと教えていただきたいなと、はい、まず停滞してみんなやるのがさらにカロリーを減らすってことなんですけども、はい、それが一番の間違い。間違い。なぜかというと停滞した理由っていうのは代謝が下がってることなんですね、はい、代謝が下がってるのにカロリー減らしたらどん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 それに応じて代謝が下がっていくだけ。なるほどなるほど。どん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 カロリー減らさないといけないということになっちゃうんですね、はい、だから逆に代謝を上げてあげることを考える、はい、なるほどですね。代謝を上げるための一つの方法としてはいわゆるチート。チート。この時に大事なのが代謝が上がるまで十分な食事糖質を摂るということです、はい、これが中途半端なチートだと、はい、ただハイカロリーにしただけ全然代謝が戻らないで、はい、カロリー増やしただけになっちゃうので、ね、これだと全然意味がない。なので代謝が上がるだけの量の糖質を摂らないといけないんですけど、それはだいたい体重かける12ぐらいの糖質を摂らないとダメ。なるほど。そうしないと肝臓のグリコーゲン満タンにならないんですね、はいはい。だから、まあ、例えば体重かける6ぐらいで中途半端にやっちゃうと、はい、全然チートにならないで、ただカロリーを多く取っただけで代謝が上がらない、はい、なのでしっかりと体重12かける12の糖質をしっかり取ってあげる、なるほど、ということが大事になります。先生、なんで昨日その足トレの後にそのハイカロリーに僕も付き合わされたんですけど、まあその時に多分米の量で多分400、500ぐらいです、400ぐらいですかね、取ったと思うんですよ。正直もう結構お腹いっぱいでしんどかったんですけど、で今日、まあ、普通のまた減量食を戻しちゃってるんですけど、それはダメですね僕。そうですね、できれば代謝が低下したところでやるんじゃないとチートの意味がないので、はい、なるほど。ちゃんと普通に落ちてる時にチートをやる意味は全くない。サイヤ聞いたか、俺にお前チート順調に落ちてるのにハイカーボデーにしやがって、サイヤネタがねえとか言って一緒にやろうぜってサイヤ聞いたか、俺は順調に落ちてたんだこの場合はどうしてですか？この場合はもう、まあ1週間ぐらいかけて、はい、そのカロリーの辻褄を合わせて、まあ、今回余計に2000キロカロリー取ったとしたら、はい、毎日300キロカロリーずつ減らしていく。なるほど。というようにすると思う。チートといっても僕とサイマンさんって意外にその普段からもクリーンな食で、脂質はもうほぼ昨日の魚のちょっと油ぐらいで、はい、ほぼ取ってないんですよ。なんで本当にただのハイカーボみたいな感じなんですけど、やっぱその場合もその取ったカーボの分はちょっとずつ減らしていった方がいいですか？そうですね、カロリーとしてやっぱ多く取っちゃってるので、それをまあ1週間かけてちょっとずつ減らして、なるほど。で、まあ、その辻褄があったところでまた元に戻すという感じにしましょう。停滞の目安ってどのぐらいの期間なんですか？だいたい2週間体重が動かなかったら停滞って考えていいです。なるほど。その場合はハイカーボでやっぱグリコーゲン満タンにして代謝を上げるってことですね、はい、これがじゃあ第一の本当に停滞打破法。なんか2つ目は食事内容をガラッと変えること。例えばローファットだったらここでケトにしてしまう、はいはい、というような感じですね、はい、同じカロリーであっても入ってくる糖質なのか脂肪なのか、はい、それが変わることで代謝が攪乱される。その攪乱されることによってまた体重が落ちてくるということですので、まあ、ローファットだったら1回ここでケトをちょっと挟むというのがいいです。でローファットからケトにするときって、まあ、簡単に言うとローファットのときって、まあ、カーボはそこそこ取るわけじゃないですか、はい、僕とかだったら、まあ、3000キロカロリーって言えば1日糖質400とか、はい、下手したら500ぐらい取ったり、500ぐらいですけど400ぐらい取ったりとかってあると思うんですけど、そこからいきなりケトに切り替えるときって脂質糖質がガラッと変わるわけじゃないですか。どういうふうに徐々に切り替えた方がいいのか、一気にガラッと変えた方がいいのか。
これはですね、普通の人だと一気に切り替えるとちょっと危ないんですけれども、はい、ちゃんとトレーニングしている人だったらもう一気に変えちゃった方がいい。あ、一気に変えた方がいい。ゆっくり糖質を減らしていくと、そこでそのゆっくり糖質に減らしてケトー質になるまでに時間がかかって、そうですね、その間に筋肉落ちちゃうんですね。一気にケトー質にしてしまった方が糖新生が起こらない、なるほど、筋肉の分解も起こらないということもありますので、もう理想的な話で言うともう24時間でケトに入る、なるほど、それぐらいの感じにした方がいいです。なるほどですね。ってことは、まあこれをすごい分かりやすく女性の例で例えると、例えば最初の1つ目の低体打破方法っていうのは、はい、まあ、要は代謝が落ちてるのに余計みんなカロリーを減らす、はい、女性で言うとやっぱり LINE をしてちょっと気がないなって思われてるのに俺のこと嫌いなのかなと思って、余計追い打ちで LINE いつ会えるのとか、なんで返してくれないのみたいなことをやっぱやっちゃうみたいな感じ。そういう感じかもしれないですね。先生、神々じゃないですか、先生。そういうことですよね、はい、それはダメですか、やっぱり。それは良くないです。先生、経験ありますか？自分は追いかけられる経験しかないのであまりちょっとわからないんですけど、さすがです。愚問で失礼いたしました、はい、で、2つ目がやっぱりガラッと何も違うように変えると、もう別の女に変えるみたいな。先生、いきなり残酷に、いきなり残酷になっちゃった。そして先生、3つ目、はい、はい、3つ目の停滞だ、はい、3つ目はですね、逆に消費カロリーを増やす、つまり動く量、はい、有酸素運動とか、あと HIIT、あと日常生活で活発に動くようにする、はい、摂取するものではなくて消費する方を変えるというようにしていきます。そうなんですかね、停滞している方法が、例えばですけど運動量を増やしてこういうふうに減っていくんだったらいいと思うんですけど、逆にその先生が一つ目におっしゃってた、なんですかね、代謝が下がってるのにさらに追い打ちで、はい、運動量を上げたら余計僕代謝下がって減らなくなるんじゃないかなと思いますけど、はい、そこの見極めってどうしたらいいですか？これはですね、疲れないように消費カロリーを増やす、まあ、具体的にどうするかというと、トレーニングした後って代謝が上がるんですよね、はいはい、ですので例えば今まで1時間を週3回トレーニングしてたとしたら、はい、30分を週6回にするんです。なるほど。そうするとトータルのトレーニング時間変わらない、はい、でも1回のトレーニング時間が短くなる、はい、トレーニングが終わった後の代謝が上がっている、はい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 、というタイミングが6日間になるんですね、はい、それまでは3日間しかトレーニング後の代謝向上、その後は6日間のトレーニング後の代謝向上ということになりますので、1回のトレーニング時間短くなって疲労感もなくなるし代謝が上がっている時間も増えてくるということです。例えば1時間の有酸素を週3回やってた人は、まあ、30分ぐらいを週6日やるとかっていうふうにちょっと運動量を分割していく、はい、先生、これ女性でやっぱ例えるとどういうことなんですか？女性で例えるとどうなんですか？好きで、例えばですけど週3回会ってて、週3回のうち1日ずっと時間一緒にいると、で週3回会ってたらなんかだんだんちょっとマンネリ化してきたよね、私たちというか、まあ、会う時間を短くして、はい、まあ、多めに会うようにするか、はい、まあ、それまではずっと1日中、はい、例えば土日しか会ってなかった、はい、その代わり土日はずっと会っていた、はい、それでマンネリ化した人は毎日10分ずつだけ会うようにするとか、なるほど、例えばですけどね、A だけして C まで行かずにもう帰るみたいな。そうですね、そういう風にすると逆につながりが強くなるんじゃないかと思います。最後ただの下ネタやっちゃってるんですよ。 A しかせずになんかムラムラさせといて最後つながりが強くなるって、はい、いいですね、もう最後合体しちゃってるんですよ、それ。ってことで今日はですね、停滞打破方法を大きく分けて3つ、先生から紹介してもらいました、はい、なので皆さんね、これから減量シーズンだと思うんで、なんか分かりづらいなって方は今の女性の例えをちょっと思い出して、停滞打破してみてください。じゃ先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。I got a girl that compliments my fly, and when it goes down I know she gon' ride. I finally got somebody I can call mine, my one time for the one time. I got a girl that compliments my fly, and when it goes down I know she gon' ride. I finally got somebody I can call mine.